日本の現在軍事的に置かれている状況は決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた手をこま抜いているわけではなく、新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回は、もっか、身型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきは、その運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦種の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、もっか身型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、もっか身は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して就役する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対潜、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船団等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊が、フリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後に、アメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備された、クス型護衛艦が除籍となった、1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。もっか身型は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、喫水 9.0M のコンパクトな艦隊に、燃費の良いコタグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、その建造費は、1隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと設置機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは近年諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして軍艦マニアなどの間では評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに艦体全体がレーダー反射断面積 RCS の低減を意識したステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦体と上部構造には傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いている。また上甲板における配置は、これまでの護衛艦と比べてかなりの変更が見られ、これまでは全甲板に設置されていた東洋病関連の機器偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には、62口径5インチ砲1門、RWS、遠隔操作式無人重火、12.7mm 機関銃2機、C、ラム、近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。も
髪型の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には、対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊が、そのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。も、髪型には、対機雷戦ソナーシステム、OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機、USV と、機雷捜索用無人機、UUV の運用が可能とされ、USV は、UUV や護衛艦との間で、情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海具の曳航なども行う。UUV は、自律型水中高層磁気機雷探知機 OZZ-5 で、自律で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、OA 化が進められていて、標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、も、髪型の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備するベースラインを設定しておいて、その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、も、髪型では、精進員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、精進員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、髪型には、女性専用区画を設けている。も、髪型護衛艦は、現在、1番艦、も、髪、2番艦、熊野、3番艦、の城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。この、クルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊野方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムやインディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、
乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、省人化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、上方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、上方 FFM の運用に、注目が集まっている。